ドルルルルル。おう。時間かかったよ。やっと着いたな、先輩、パタヤに。暑い。で、パタヤにさ、やっと着いたのにさ、うん、なぜビーチに行かない、こんなとこに来たもんね。ここな。俺はビーチに行きたかった、暑いから。今日金曜日やんか。うん。で、ここ、タラートブッカーを言うて。金曜日と火曜日しかやってない、レアな市場やんか。なるほど。で、ここで、ちょっと。そのレアな感じはあんま出てないけど。まあ普通の市場やねんけど安いらしいわ。はい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 、はい、ああ。でまあちょっとおしゃれ番長のちょっと実力を見せてもらおうかなと。なるほど。おう。でここでちょっと制限時間15分ぐらいで、まあ相場の500バーツ。どの辺のあれで相場が500？パイセン情報やから根拠はない。まあそれでちょっと今から500バーツこれ渡すから、これちょっとおしゃれ番長の実力を見せてほしいんだわ。この500バーツで？そう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 。全身でもいいし。全身おしゃれコーデをしたらいいわけね。そうそう。もう今と変わってくれたらいいよ。オッケー。あ、ちょっとじゃあそれで。タラトブッカーをね、はい、500バーツでどんだけおしゃれできるかやってみましょう。レッツゴー。相当広いこの市場。何でも売ってるし、安いし、暑いし。暑いんかい。すごいな。広いな、しかし。暑い。広すぎて、さすがのおしゃれ番長もこれ止まんない。香水やな。5バーツ下着が5バーツや。自分15円か。マッサージやん、マッサージやん。そうも出る。だからあのブランケット的なやつもなんかここから見たら20バーツって書いてるもんな。めっちゃ安い、60円ちょっとで。熱っ。マッサージもやってますよ、一番中で。すごいな。おう。で、この子供が好きそうなおもちゃ。すごいよ。こんなん男の子はもう超大好きやろ、絶対。なあ、アベンジャーはね、女の子は大好きな人形。これ子供と一緒に来ても喜ぶな。どれだけ僕を魅了するんだ。おう、こんなもし。おバナナとかも見て。20バーツとかやで、一つさ60円。やばくない？ちょっと匂いが。リンゴもこれ1個10。ドラゴンフルーツやんな、これ。すごいよ、食べ物も。すごい、一番発見しちゃったよ。いろんなものが置いてるけど、そのここだけしかなさそうなのは今んとこあんまりない感じやな。メイドインタイ的な。こんなんとかどこにも売ってそうな感じやな。あ、まあ、なかなか。メイドだけ。あれ？新ビールのやつ？新ビール。新ビール。あー、ビアシン。いろいろあるな。さすがレアな市場やな。おアンダーアーマーとかドッチアンドガッパーナとかさ、これモーリスターとか普通に売ってるやん。
多すぎて。グッチ、トミー、スリーム、グッチ。なんかサングラスっていうかメガネ。メガネ。キャップもいっぱい売ってるし。ちょっといくらか分からへんけど。探検隊かあ、茶色い方がいいかな。ちなみに俺は見えへんから、このメガネを外すと。あれ TJ サリカー、あれ TJ、 この TJ か TJ やうわTJ は俺がもう尊敬する人や。まさかの TJ。結構揃ってきたから、おしゃれなアイテムが。あと残り物価でしか揃われへんような。残り時間少ないよ。おしゃれな残りもあと300バーツしかないからな、うん、それ言っちゃダメなやつ。何もか分かって言ったらないやつ。言ったらないやつ。よし頑張ろう。最強のおしゃれを目指して頑張ろう。通り過ぎるとさっきの店がどこやったのか分からへんだろうな。途中だ。もはや迷子ですよこれは。どこやったっけ。先輩見て、何俺の大好きなボージースラム。いやいや分からへんて。俺の大好きなボージースラムどう。ブラックピンクとかこれ韓流がある中のボディースラム。やっぱボディースラムはすげえな。どっかで見たことあるような柄やな。なるほどなるほどなるほどね。オッケーオッケー。絶対入らへんよな。はい、S？ めっちゃ細いもんな、こうやって見たら。まあ。いやいろんな人がほらユニコーン。子供大好きユニコーン。子供が大好きなユニコーンや、これは。ユニを見てる子供が大好きなユニコーンや。じゃあ、タイモン500バーツ終了しました。どうやった、家になった。いやもう完璧やと思うな。500バーツで、とりあえず揃えて、お釣りが50バーツ。あ、450バーツ使ったから、もうここでしか手に入らへん激レアなアイテムで、おしゃれアイテム揃えながら大きく出たね。じゃあちょっと気合い的でもらいましょうか。 OK。 はい、じゃあちょっとじゃあお願いします。率直に超おしゃれじゃない。ちょっと危ない人かな。なんでミニオン。タラードブッカーをね500バーツで揃えたらこんなおしゃれな服買えましたです。とりあえずもう後ろが広いから、うん、俺さもう疲れたからちょっとフットマッサージ行ってくるわ。でその格好で行くんや。